ベスダ天使っていうテーマで、今までも私たちは防具を主軸にやってきたんですけれども、今シーズンは新メンバーが加わったことによって、より一層モノリスカラーが強まったと思いますし、今回の作品が今までの中の作品で一番防具にフォーカスした、本当にフェムフェムシーンというか、すごく妖艶でフェミニンなモノリスらしい作品になっていますので、楽しんで見ていただきたいと思います。毎日本当に怒涛の日々で、リハもすごくいつも刺激的で、なんていうんだろう、チームワークっていうのがすごい大事だなっていうのも感じました。見てくださってる皆さんに防具の世界観っていうのを前面に感じていただけるように、私たちも全力で挑んでいきたいと思います。チェックしてくれたら嬉しいと思います。